ランの皆様こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション4のバイオハザード6の実況プレイですね。最高難易度ノーホープ。いよいよ最後のチャプター A打編の5だね。やっていきましょうか。本日もよろしくお願いいたします。ここ最近忙しくて全然収録できなかったんだけど、投稿も全然できてないし。けど、忙しいことが一つ一段落したので、あと問題となってくるのは残暑だよな。今日もすげえ暑いんだけど。部屋の中今35度。She wasn't joking about raising hell. Leon.まあヘリコプターでレオンを援護するところはまあそこまで難しくないでしょう。こっちだって攻撃食らわねえもん。これヒントすんのかな。オーバーギードこの機関銃当たってなくねこれ。機関銃全然当たってねえような気がするわ。ズームした時にズームしなくても、あ、ズームしてる時か。ズームしてる時のウェーブ感度が相当速すぎて渋いわ。クリケットトラックみたいな感じ。あんまりこれズームしない方がいいかもしれない。ヘリコプターは一応簡単に動かせるんだ。上下左右怪しいことに行くか。頑張れ頑張れ。これは高みの見物だ。そういえばね、プレステ4でもバイオハザード RE4 が発売されることになったよね。これめちゃくちゃ嬉しいんだけど、プレステ5なんてさ手に入らねえわ、高えわね。地獄絵図なんだけど。しかも値上げしたでしょ。結局初期の頃に手に入れただけの勝ちみたいな、そんな感じになっちゃってんじゃん。プレス5今普通はそろそろ値下げとかがある時期なのになぜか値上がりしてるっていうね。これって看板とかに引っかかったらアウトなのかな。あんまり試したことねえからわかんねえわ。危ねえ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 。周り見てなかったわ。火を見て森を見ずのはまさにこのこと。看板に引っかかって墜落するところだったわ。これあんまり降りすぎたらダメなのかな。あ、これ以上下行けねえわ。看板壊し説一発。やべ、視界奪われてるの。じゃんこれ敵のロケット弾で何が起こってんのかさっぱりわけがわからん。だけどこっちはダメージ食らってないみたいな。あ、2体どこから出てくる。俺もそこまで上昇できればな。これ以上上上がらんねえもん。あ、来た来た来た。ミサイル当たってなくね。さっきからミサイル撃ってるんだけど、どういうこと。痛い痛い。チャージしないとダメなのかな。一定時間一発しか撃てないとか。だってバスボタン押してもミサイル撃たねえもん。あ、それでも構えてないとダメなのかな。出ねえもん。単にこれ使い切っただけ。じゃあミサイルひょっとして有限なのかな。ということは一定時間だったら再使用可能とかじゃなくて
やっぱり撃てねえし、お前回避して、敵と機関銃を回避しながら抵抗移動していく。これ以上移動できない、移動できない、いってー、うっせーん、移動できなかったんだけど、右押しても左押してもうんともすんとも言わなかったわ今。ヘリがどういうこと、発砲ヘリを自力で作り出してしまった。とりあえずミサイルは食らったらダメだということの判定しか、けどな、けどだぞ、あぶね、あんまり行けねえもん右の方まで。右に行ったらさっきみたいに引っかかるんだよね。いや持ってくれ機体、え相打ち、こっち体力ビビなんだけど、いや見かけ倒しもクソもないんだけど、こっちもあと一発食らったら死んでたぞ、削りダメージでも死んでたわ。つうかあと一発で壊れる状態のヘリってどんなヘリ、戦えんのこの先。Back for more. That's what you get for trusting Ada Wong. おっと体力回復してる、いいですね。じゃあここからは再び俺の番です。ミサイルは、あ、上に6発表示されてんじゃん、6発だ、どこで使っていく、これどうせ NPC 不死身だからね、なんで不死身のやつに対して使ってやんないといけないの。とりあえずは口の中の弱点の目玉を使って、何してるの、これ以上下向かない移動するしかねえな。ねえ体術行かないの、レオンとヘレナ、すぐこっちに任せっきりじゃね、全然攻撃しに来ないんだけど、こんなバカな、ほら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 、こっちに狙い定めちゃってんじゃん、ねえ離れます。うまく隠れられたな。いやーちょっと今ほざくなって感じなんだけど。お前ら2人も攻撃しろと言わんばかりに機銃が2台付いたトラック。ここだけじゃ。ここ先を完全に切り替えたんだ。これってリザルト不明中率上がってんのかな、これ。だとしたら想像奪わしなんだけど。
投げは、そういう柱が邪魔になる。パン通り壊せるか、無理だね。どこ行った見失った、迷子になってしまった。これいつも一瞬ゲームオーバーかと思うんだけど、狙いづらいじゃない。あ、ヘルの取れてんのかこれ。死ぬわな。ああいうの見つかれたら。なんか柱に隠れてんなお前。そして FPS のプロゲーマーか。体半分しか隠れてないけど、あい、結局けっやろう。やった、車邪魔だなこれ。ズームして、ちょ、この標準の移動速度は本当に頼むぜ。これ俺ちょっとしかスティック倒しないからね、これ本当に一瞬だけ。それともあんなガクッと移動するから相当やべえわ、ゲームバットは。ゲームパッドでのエイブはできたもん。いや、それにしても熱い、マジ熱い。また手汗でコントローラー壊れる。いや、勘弁してくれ。けどさすがに今日収録しなかったらまた連チャンで仕事行かないといけなくなるんで、今日はある程度まとめ取りをしておきたいといったところ。夏場は本当にきつい。ミサイル使っちゃうか。一発で人になったよ。緊急回避的な感じで使っていけばいいのかな、ミサイルは。例えばシモンと自分が飛ばしてきた時とか。倒した、まだか、すげえ体力だね。倒木しようか。まさに希望がない、夢もかけるもない。倒木などは私の将来に行くのか。さあ100点出たね。どちらね。あ、尻尾の方いいか、あれ吹っ飛ばされてんじゃなくて。あれ攻撃だったんだ。となるとまずいんで、ここはロケットね。あジャンプでかわされたわ。じゃあこれ最初からじゃね、指紋全。マジか、これどこから。あ、本番からか、よかった。ということはチャパンパードはないってことね。さっきまではマグレで買わせてたって感じだ。あ、だけど平行移動してれば普通に買わせる。つうことは一旦撃つのをやめて旋回すれば。あー、でもこれ撃ってなくても旋回スピード変わんねえのか。ただこれ旋回しながら撃ってるだけでいけそうじゃね。で、人型になった時に接近して正面に撃つ。標準の移動スピード的に言ってあんまり離れすぎてはいけない。対処って言ってくんない君たち。このバイオハザード6というゲームはなぜか銃器の攻撃よりも蹴りの方が強いというおかしなバランスになってるから、ハンドガンでパチパチ撃つぐらいなら対処ついてくれるな。現実世界だったら銃で撃てばいいんだけど、銃
感よりもヘリの方が強いって書いてるのがバイオハザードか。なるべくこっち向いた時に旋回していってもいいかな。しっぽくでもそうなんだけど、ここ先からこっち向いた時に動きながら車ね、当たってないし、避けて避けていく。いいですね。いや、これ以上近づいたら車の影で邪魔になるな。あれはもうすでになってるけど、当たんねえもんな。2ウェイで出てるけどさ、片方しか当たってなくね。もうちょっと近づかないとダメだわ、最大限にと思うけど。くる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 、よーし、避けていく。投げてきたりとかしたら相当厄介だったけど、こっちが右に旋回しながら打ってたら右側に向かって投げてくるとかね、行動先読み投げとかあったら結構厄介だったかもしれないけど、それがねえから、あとはその炎の上に叩き込んで、さっきはこの木で死んだんだよな。ここから食らわないように、テイク3を完成。ミサイル直撃しかさっき言わなかったよな。どうなんだ、緊急回帰的な手段で使えると思ったんだけど、もう一発やってみる、貫通してね、ミサイルと肉体を通り抜けていたような気がするんだけど、よし倒してくれ。クワッドタワーでレオンとヘレナと共闘か。あ、つうことは指紋戦あるな、結構苦戦しそう。ここもヘリで NPC を援護し、大丈夫か、ちょっと待って、めっちゃ近寄られてるけど当たってなくて、まああと1体いるんだけどね、あと1体いるんだけどね。さあマイトを破壊して雷神落下。ああなるほど、これを最後に使うのか、レオンたちが繋がってるのはしっかり。あとは自力で生き延びなさい、本当に言ったし、マジで。バグダム持ってるゾンビってここに出てくるんだ。マーセとかだったら普通に出てくるけど、
なるほどな。合わせ限定だと思ってたけど、普通に本編でも出てくるんだね、マグナム持ってるゾンビ。さあ、デブッチョとマグナムを倒して着陸していこう。アイテム欲しいけど、まだあそこから出てきてんのか。どんどん着陸しないのかしら着陸しないのかしらね。アイテム欲しいんだけど。すべてのお膳立てしてんじゃねえか。それはさすがに至れり尽くせりなんだけど。ちょっと待てよ、補充できて、リロードできるものはリロードしておいて、アイテム拾えるものを拾っていく。いやー、弾薬寂しいねこれ。前回俺なんだっけ、カーラか、カーラと戦ったんだ最後。だからこんな状態になってんだ、弾薬が。こうね、そしたら一回終了するか、着陸したところで。この後シモンズとの戦いも控えてそうだし。つうか自分自身でさ、ロケットランチャー持っていってシモンズが屋上に上がってくる前に倒せばよかったんじゃないのこれ。どうなのかしら。はい、それでは今日はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。